はじめまして。長岡京市にお住まいの皆様、京都の青葉整骨院です。この動画を見ているあなた、またはご家族、友人が交通事故の被害に遭われたとき、お伝えしたい大事なことがあります。症状が軽度で我慢できる、または時間がないなどの理由で治療を受けない方、事故当日は興奮したりパニックで症状が感じにくいこともあり、時間の経過とともに頭痛、吐き気、めまい、手足のしびれ、首肩のだるさなどの症状に発展してしまうこともあり、事故に遭われたらすぐに交通事故治療が経験豊富な早期回復、早期復帰の専門整骨院、接骨院、整形外科などに行くことをお勧めします。